8時40分集合ですよ。今何時ですか？もう10時20分です。びっくりした。何ラウンドですか？自己採点のやり方知らないんだなって思って。感動ほぼ正解じゃないですか。これ点数そもそも足し算間違ってるとかないでしょうね。ありえるかもしれない。ありえるとか。本当ですか？難しかった。はい。そうだよ。ということで、さあ、やってまいりました。もう長いよ。これもう取り直しました。あまりに自己採の時間が長すぎて、だって8時40分集合ですよ。今何時ですか？もう10時20分です。はい。もうね、見てる側は楽かもしれないですけど、こちらはめちゃめちゃ大変です。はい、もう本当にだって、まず最初にね、家で撮るって言って、で、行って、そしたら母親が帰ってきてるんで、ね、できないって言って、もうさあ、それで、いつもはまあ10時ぐらいに帰ってくるんで、大丈夫だと思っててとかって言って、ずっともう10時20分ですよ。もし、自己採のやつ始めてても、無理じゃん、それ。はい。どちらにしろダメだったということで、まあね、もうとにかくうるさいんで、もうカラオケで今、そうカラオケ店にやってきて、今、声張ってください。声張って今、だから音潰してるんですから、YouTube ダメなんだよ、で。まあ、で、念のためカメラも2カメで、どっち使うかわかりませんが、で、自己採やりました。もうってカラオケで1時間ぐらいもうずっと自己採して、なんでこんなに遅いのかね、分かったんですよ。あなた自己採の言い方知らない。もうさ、びっくりした。何ラウですか？自己採点のやり方知らないんだなって思って、まあ答えあるじゃないですか。で、答えのところって自己採点っていうところがあるんですね、欄にね。自己採点に全部書いてんだね、自分の書いた答え。あとかにとかさ、そんなんやったら時間めっちゃかかっちゃうじゃん。そのさ、丸付けだけしてよ、正解、正解してないって。全部この自己採点欄に自分の書いた答えを書いてってるんですよ。それでよく毎回自己採点間違えますね。すいません。そんな、そりゃめちゃめちゃ時間かかるわって思って、そう、一回一回自分のことを全部書き写してんの。とんでもない自己採点でございます。さあ、じゃあ発表していただきましょう。はい。はい、チリ B。はい。何点でしたか？声張ってください。もう役者なんですから。もう遅い。遅い。はい、チリピーが、はい、声出して早く声。23点。はい、23点。相変わらずできない。相変わらず期待値。すべて勘で、勘でやってるのと同じってことですね。やったんですか、チリは。チリは、昨日ちょっとかじったぐらいで。かじったって言わないよ、勉強は。何やったんですか、じゃあ昨日。はい、あの共通テストのチリの過去問をチラッと見たり。見た？やったんですか？いや、あの声で入るようにしてください。やりました。はい、やって、やって全然ボロボロで。はい、なるほど。あ、分かりました。はい、はい、どうしても時間がないので、もう1時間以上ここにいるんで。はい、次、国語。はい、国語、国語だったんですね。はい、じゃあ国語は何点でしたか？はい、88点。本当ですか？それぞれ現代、はい、第1問現代文は45問中17点。45問じゃないです、45点です。45点中17。はい、で、第2問が0。ゼロ？小説？おかしい。小説0点。はい、で、第3問、あの図表的なやつですね。はい、20点中12点。はい、そして第4問、古文です。古文が45点中28。はい、28点。ここはそんな取れたってこと？で、漢文が45点中31。漢文ほぼ正解じゃないですか。本当ですか？いや、いいです、見直さなくて、めんどくさいけど。はい、え、漢じゃなくて、いや、漢文の、あの山漢の漢じゃなくて。いや、漢じゃないところもあります。どこ、漢文だってやってんの、勉強してないでしょ。まあ、はい、覚えてるんですか、漢文。漢文は多少は。本当かい？絶対だな。漢文のチェックとかしたらどうなるの、できんのかっていうね。っていう、まあ、わかんないですけどね。小説0点で日本語は読めないってことですか？いや、読めるんですけど。いや、おかしいな。おかしいなじゃないよ。はい、次いきます。もう。はい、英語です。はい。もうせっかく横の夏メロみたいなのを歌ってる人たちがやっと静かなんでるから。はい、英語リーディング、はい、42点。ほう、まあまあまあ成長してないけど、それぞれ大問、第1問6点、第2問6点、第3問6点。本当ですか？第4問3
点。第5問書いてないですよ。ゼロじゃないですか。第5問ゼロ点。第6問は9なのこれ。9です。9。第7問3点。第8問が9点で合計42点と。これ点数そもそも足し算間違ってるとかないでしょうね。あり得るかもしれない。あり得るとか。やってみた感想はどうでしたね、グリーンリングは。なんか最初の方は、あ、できるかもしれないってなって、なんか解けたんだよ。うん、だん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 なんか難しくなっていって、うん、どん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 レベルが上がっていったっていう、はい、最初の方はギリギリ解けたんですけど、うん、後ろになってくると、うん、何言ってるか分からない何言ってるか分からない、いやこっちのセグだよちょっと何言ってるか分からない。サンドイッチマン、はい、あ、英語リスニング問題のリスニングですよ。もうこれ本当できるようにならないと英検もだってもう間近なのに。はい、英語リスニングが48点。はい、48点。で、第問1、これ18?4? 内容字が。18。はい、第問1、18。で、第問2が4。第問3が3。第問4が5。第問5が4。第問6が14。満点ってこと？これなぜか合ってたんですよ。で、48。本当ですか？しかもこの第4問の並べ替えも合ってた。順番これは分かりました。これは、はい、言っちゃダメです内容は。前回全然いいんですけどリスニングそんなに聞けるようになった。英検3級の勉強のおかげですか。はい、いいじゃん。QR コードで、はい、読み込んで、はい、いつも聞いてるんで英検3級のやつを、はい、じゃあ英検3級のをやると共通テストに聞こえるようになると。いや、そういうことですか。わかんないです。はい、もう、まあ、とにかくもう松原さんずっと待ってくれてますからね。もう、そうです、もう迎えに来てくれてます。10時には着いてますから。もう30分外にいますから。はい、ちゃんとまた夏メロ歌いらっしゃったじゃないか。もう次情報です。情報って最後嫌じゃないか。あ、これ同じ。あ、分かった、情報でもいいけど、まあ、とにかく英語はできる、聞こえるようになったと。だいぶ、はい、本当かどうかはいずれ分かりますけどね。ああ、さあ、じゃあ情報1、なんかね、前回一番できました、点数も一番良かったですって言って偏差値一番低かったっていうね。はい、もうみんなできてたっていうね、すごい常識で解けちゃうような問題だったわけですけど。33点です。あれ、前回もっと取れっすよね。はい、むずくなったってことですか。常識ではなかなか取れなかったかもしれないです。かもしれない。でも常識はもともと持ってなかった。いやいやいや、失礼失礼さあ、ということでございました。33ですね。情報自体はむずいとか簡単とかは感覚としては今日はちょっと難しかった気がします。今日は難しかった。前回はいけた気がしたけど、前回はね、いけても別にそんな素晴らしい点ではなかったですけど、ね、前回なんてすごかったですから。さあ、次です。何言いましたっけ。数学でしょう。数学と理科です、残りは。はい、数 1A でございます。29、35点。はい、35点です。 大問1が14で、大問の2が10で、大問3が5点で、大問4が6。はい、やってみた感想はどうでした。難しかった。難しかったんじゃねえか。いや、勉強してんじゃないの、数学。いや、数学でも勉強してるんですけど、思ったよりできなかったんです。や、やってるのはもう数 1A だけってことですか。いや、数 2B も勉強してる。てああ、じゃあ数 2B はお前ヘロヘロの字でこれ何読めない。29点ですね。大物の1が11点、大物の2が12点、大物の3が3点、大物の4も3点ということで、選択してるやつがもう全然ですね。はい、これはどうでしょうか。数 2B は難しかったです。わって、数 2B もじゃなくて、あ、もうは難しかった。数 1A もむずく、数 2B もむずいと。そうですね。いや、もうこれで追いつかれちゃうんですよ。どんどん現役生にどんどん追いつかれるか、どんどん抜かれてますよ。はい、はい、ちょっとしっかりしてください。そして、はい、物価でございます。はい、物理化学39点が物理ですね。はい、物理が39点。おお、どうだったんですか、物理をやってみて。物理はいつもより手応えはあったような。手応えはあったような。手応えがあった。違う、和とかを別に訂正してるわけじゃないから。手応えがあったじゃない。物理も最近やってて、うん、
出るんですね。解ける問題が増えてきたっていうか。なるほどね、はい、分かりました。増えてきてるはいるということで。何の勉強してんの物理は。あの物理のエッセンス。ああ、分かるよ。赤と緑、うん、赤と青か、うん、あれをやったんです。 OK です。じゃあそれで本当にできるようになってきてるんでしょうね。心配は心配。そしてさあ科学が26点。あ、こっちは期待値。はい、はい、科学はどうなんですか。やってないんですか。科学もやってはいるんですけど、うん、まあ、全然全然わかんない。わかんないです。どういうこと。科学はじゃあ何やってんの。あの科学基礎と科学が一緒になった、うん、基礎的な参考書。なんてやつですか。もう科学基礎科学っていう参考書。それをやってるということで。写真やったでしょ。もういやまあ別にいや、それよりもさ出願が迫っているわけですよ。もう何もないですか。大学のだよもちろん。もう迫ってるんですか。いやもう迫ってるんですかっていうか、もう考え始めないといけないわけじゃないですか。だって目指すところを、いやあなたの場合はね、だってあんなにギリギリに出願共通テストも当日にやってるわけですから、はい、でしかも書類不備でギリ助かってるけど、そんなの言ってらんないですから、もう受ける大学決めてちゃんともう出願を前もってやらないと困るわけで。ちゃんと決めるんですか志望校は。もうわかんない。わかんないって。受けたい大学あるけど。受けたい大学を今言ってた帝京はどうなんですか。帝京。とか医学部しか受けないの。はい。本気で言ってんの。医学部しか受けないって。今の点見ました。自分の。見ました。あれで医学部に行けるのかっつって。いや行けないんですよ、ね。行けないんですよ。だからちょっと考えてください。しかしでもどこにも受かんないのはそれはそれで困るし。で関西外国大学の短期と同じレベルで受験したら意味ないからね。それそこしか受かんないみたいなのじゃん。もうちょっと上に受かっていただかないと。はい、英検3級利用できる大学とかあんのかな。ないか。ないか。で、まあ、そんなの考えていただければと思います。はい、いや時間かかった。もう何時よ今。13時5分ですよ。長かったです。ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。テケボーチュン。